こんにちは、翔太です。今回は5月26日の、ブラウザ版の更新情報を見ていきます。まあすぐ終わるかなと思います。まず一つ目ですね、水筒去勢やっていきます。こちらは1200円を5日間ですね、累計1週間のうち5日間課金していただくと、まあ、SR のキャラクターを取ることができるようなガチャと、まあ、イベントになっていて、まあ、ここでしか取れないキャラ1人だけいるんですけど、まあ、別に取らなくていいかなと思います。青い一応あるんで、まあ、目指す方は取っていただければいいかなと思います。で、週のギフトですね、月落ちやってきますので、こちらですね、480円で非常にお得な課金イベントになっております。まあ、課金いただきたいなというふうには思いますね。で、陶器星々のエコーをやってきます。まあ、こちらもですね、課金イベントになっているんですけど、MR のキャラクターも取ることができるっていうのが変わっているところですね。今回、取れる MR のキャラクターが高主犯、スパルタクス、塚原、牧伝、阿部の生命となっていて、まあ、いらないですね、正直言って。まあ、奥義とかで絶対欲しい、あ、乙姫もいますね。奥義とかで絶対欲しいっていう場合以外は、基本的にはスルーでいいのかなと思います。で、UR1000 のラインナップが、佐々木小次郎、徳川家康、島津義弘、グキ、ゴキビとなっていると。まあこれ、ただ選べるわけじゃなくて、UR1000 はランダムだったと。UR1000 はランダムですよね。なので、まあゴキビが欲しいからといって、ゴキビを取れるわけではないので、まあ、こちらもスルーでいいんじゃないかなと思います。UR も、まあ選べるわけではないんですけど、まあ UR は適当に取ってもいいかなと思いますね。馬頭、総将、高孫さん、出雲の奥に直江兼継ぐと、まあ優秀なキャラクターたちが揃い踏みしてるのかなと思います。で、星の瞳ですね、期間中に1回限り10個無料なので、まあ一応取るの忘れないようにしてください。まあこれをずっと取り続けるのも結構大変なんですけど、まあ一応ですね、取っていただければと思います。で、ガレスやってくるみたいですが、まあ火力は高いんですけど、今となっては火力もそうでもないかなと思いますんで、それでいいと思います。これで今回の動画は終わります。